ね、お父さんの足をさかずっと噛んできてるんですけど、とにかく、まあ、政治にお金がいるっていうよりも、経営にはお金がいるんですよ。例えば、この文書通信交通100万円。これだけ見たら、すんごい高いと思いますよね。でも、ほとんどこの100万円っていうのは、私設秘書の給料に使われてます。ほとんどの国会議員は。だって、公設秘書が、政策秘書と第一代に3人しかつけれないですよね。3人で秘書無理です。運転手も、こっから賄ってるんですよ。まあ、会派が大きなところは運転手確かにつきますけど、基本的には自動車の運転手さんであるとかね。で、どんどんお金使えばいいんでしょ？国会議員が国からお金をしっかり受け取って、それを自分の贅沢に使うのは、それは僕ダメだと思います。でも、その、もらったお金を仕事のない人に回せばいいんでしょ？飲食店とかでしっかりご飯食べて、経済回す秘書を採用するだけでも一人失業率がね、下がるわけでしょ？一人の仕事ができるわけでしょ？だから、税金を受け取らないんじゃなくて、受け取った税金をどう使うかが政治家の役割であって、本当にね、矛盾したこと言いすぎですよ、審査。確かに1日でこの100万円って確かにちょっとおかしいと思います。でも、NHK の職員も、1日、在籍したら、給料もらえてました、こっちの方ね。NHK でもそうなんですよ。これは、労働組合が多分頑張ったおかげだと思います。ほら、NHK で、依願退職って言ってね、自ら辞める人って、月末で辞めない人が多いんですよ。7月31日じゃなくて、8月の1日に辞めるんですよ。そうすると、8月分のお給料が丸々、1ヶ月分もらえるんですよ。で、これは日本のこれ月給制度ってそういうのやってるんで。なんか、早くさ、NHK の受信料を払わなければならない。この点